バーベキュー松村薫の今夜も1個目だー。なんか前載せようとした動画がずっと Google マークで上がらなかったので、再チャレンジ。もしこれも上がらなかったらもう一回アプリを消してみまーす。はい、今日は新井由紀ちゃんの生誕祭でした。ゆきちゃんおめでとう。昨日もね、お誕生日をちょうどお祝いできて、そう、できたんですよ。ゆきちゃんのお誕生日のお祝いを。なので、お祝いして、それで、あと今日は、生誕祭だったんですけど、あ、めっちゃ白い。めっちゃ飛んでる。生誕だったんですけど、なんと、ユニットが変わりました。びっくり。そう。ちょっとね、ゆずきが休園ということで、なんと、私が、バイバイバイのセンターを務めました。イエーイ。まさかの、ここに来て、ユニットのセンターをやらせてもらえてとっても嬉しいですし、まあね、今、K2 公演、シャッフル、ユニットシャッフルやってて、それで、なんだっけ、マリアをやってたんですけど、まさか、まさかまさかの、ここで、バイバイバイをやらせてもらえるなんて、嬉しい。バイバイ、バイバイ、バイバイバイ、バイバイバイ。イエーイ。どうでしたか？意外じゃなかったですかね？なんか、最初後ろ向きで前向いた時に、ふーって言ってくれて、なんか、おーみたいな声とかも聞こえたので、すごい嬉しかったです。まあでも本当に研究生の時は、ユニットのセンターとかやったことあったんですけど、万華鏡かな？万華鏡とか、あと、カップリングウィズとかあったんですけど、昇格してチーム K2 になってからはユニットセンターとかはやったことなかったので、本当に嬉しい。でもマジでめちゃめちゃ緊張しました。ちょっと、まあ、1個間違えた、2個かな、間違えたとこもあったので、また次できる機会があったら完璧にやりたいですね。もう全然自分に余裕がなかったから。まあでも、ゆずきがお休みの時は、もしかしたら入ることがあるかもしれませんので、もし公演をこう DMM とかで見てる人がいたら、まあゆずきがいない時はもしかしたらかおたんバイバイバイかもなーっていうふうに見てもらえたら嬉しいです。もし気になった方、DMM 見てください、今日のやつ。はい。そんな感じかな。明日はお仕事的にとっても時間が早いので、ちょっととっととお風呂に入って寝なきゃなんですが、もう公演終わってくたびれて何もやる気が起きなくって、疲れすぎて一回ソファーで30分、1時間ぐらい寝ちゃいましたね。で、今必死でお湯を溜めてるというお風呂。 そんな感じになってまーす。はい。またね、戦隊がやっぱりなくなっちゃったので、なんかゆっくりこうやってお話しする機会もできないんですが、まあ私は、そう、選挙は16位を、以内を目指して、目標順位はね、自己ベストの12位ということにしています。はい。まあやっぱりね、名古屋ドームと発表されたからには、ステージに立ちたいですし、やっぱ私は、まあね、前田さんとか、優子さんとか、キラキラしている選抜メンバーの姿を見て、AKB に入りたいと思って、まあ、入れなくて、今 SKE にいるんですが、やっぱりね、AKB の選抜になるっていうのは、まあ、一回は叶うことができましたが、まあ、皆さんの前ではね、ミラ姿でしかお見せすることができなくて
私も可愛い衣装が着たかったのと思っています。 はい、まあ、素敵な姿をねお見せできたらいいなと思いますし、やっぱりね、選挙は肩書きですから、今後生活っていうか48にいる時も外のお仕事する時も順位はやっぱりつきまとってくるし、順位でお仕事がなくなったりお仕事いただいたりもあるのでね、はい、しっかりと頑張りたいと思います。はい、またな、もし選抜に入れてまたミイラとかゾンビだったらどうしよう。かわいい衣装が着たいし、かわいく歌番組とかにも映りたいですね、 AKB48 として。 まあ SK48 としてね、選抜ももちろん選抜メンバーになりたいですけど、やっぱり私が入りたいと思った AKB にの選抜として、はい、活躍したいです。よし、もう時間も時間だし、こんな長いのフグ田さん上がるか不安なんですが、皆さん 見えるかな、見えてると信じて明日も頑張ってね、お仕事おやすみなさい。私明日朝から行ってきます。バイバーイ。おやすみ。